ボーリング場にボーリングをやってる若い衆たちがいて、で頭もやる。どういう流れだったとか覚えてないんだけど、結構な人数が集まったんですね。頭はボーリングやらないか、わしはええわ、こんなんやれんしみたいな、ああそうですか、じゃあ自分たちやってもいいですかみたいな、じゃあ見ててくださいみたいな話でやってて、いや一回やってみてくださいよって、何でもできる人なんで、ビリヤードから何からできる人なんで、スポーツは大概できたりするんで、雰囲気的にも背も高いしシュッとしてるしじゃあおちょっと貸してみるって、靴なんかこの人は人が履いたような靴だとか人が使ったような球とかそういうものを触れる人じゃないんで、あんまり嫌がるんで、綺麗にして新品みたいに持ってきて靴そのままでいいですよって。そしたら何を思ったか知らないけど左手で持つんですよね。わしはこれボーリングはな左でやるんだなって、でピッて投げる、普通ですわ、なんか普通、勢いもなくコロコロコロって言って5、6本パタパタって倒れたぐらいで、みんなが「あーすごいっすね」って、これすごかないですよ、うん、まあこんなもんだわっていうふうに言っとる。みんな一通り終わったぐらいの時に、おーこれみんなこんななやっとってもしょうがないんで、わしも入るから金かけようや、わしらはやっぱりヤクザもんは金かけてなんもやから、これめんどくさいことやらんで、勝った人だけが総取りみたいな、一番の高得点が総取り1回ね、それを5回はやろうっていうことですよ。だけど1回で10人ぐらいかけてるわけだから、変な話1万円ずつ払えっていうことなんですよ。そうすると10人いるから勝つと自分入れて、まあ9万円ぐらいですよね、9万円ぐらいだから、みんなおおってそれすごいじゃん、で5回やるんだと、まあ全部が全部勝てるってことはないんですよ、そんなのみんな拮抗してるんで、単純に5回やったら50万かみたいな、なるじゃないですか、おおってやろうっていう話になってやり始める。そしたら柱が、そうか、じゃあちょっと待てよ、わしも用意するわって、おいちょっと持ってこいとか言って、一緒にいた若い人、わかりましたっつって一式持って、そしたらマイボールっちゅうんですか、マイボールと手袋もすっごい立体的な、靴も見たこともない、ちょっと違うんですよ、着替えるわって、ボーリングシャツの後ろに名前まで書いちゃった、本格的みたいな人になっちゃって、で球もその若い人がすっごい磨いて、嘘だろうと思って、本気でやって、普通は急遽ガッシャンってやるから、横に球ぐるぐる回ってバンってやったらバタバタバタって全部みんな絵みたいになっちゃって、もうそんなもん勝てるわけないですよ、どうやったって、もうレベルが次元が違うんですもん、スコアも200いくつとか、そんなみんな100どうこうなってるのに、いや頭それさっき左でやる、いやいやあれはたまにやるだけだよ、なんかお前 あんのか、いや違います、さっきのはあれは、いや別に左でやっただけで、右ができんって言ってるわけじゃないじゃん、わしが左利きってお前に言ったことがあるのか、お前が勝手に解釈しただけだろって、でわしがやるかって言ったらみんなやるって言ったからやっとるわけで、わしがお前無理やりやらしたわけじゃねえだろとか言って、だからそうですけど、で5回やるって言っとんならしゃあないやらかやらなって、当然最後の方になってもみんな涙目っていうか、もうそんなんだったらお金渡した方がいいですよって、延々ずっとそれやってるわけですよ。最後の方になると、その支配人、あいつも頭お世話になってます、今度の大会はどういう風にしますかとか言って、自分も知らないんだけど、なんかすごい人らしいんですよ、昔なんかそういうことやって、今はおじさんたち集めて月に1回ぐらい大会みたいに開いて主催してやってるって、そんなもん早く言えやみたいな、ずるいぞおいっていう話で、でみんなしょぼっとしてて、その後はみんな連れてって食べて飲んでっていうことで、ほとんどその金使いましたけど、こういうとこが悪い人ですよ、この人。